6月26日、日本時間27日、米ラスベガスにて行われたライト級12回戦で元世界同級3団体統一同級王者で元3階級王者のワシル・ロマチェンコ、33イコールウクライナ WBC 同級1位、が WBO 世界同級5位の中谷正義、32イコール定権、2球回1分48秒、TKO で勝利した。ロマチェンコの動きは絶好調。 序盤から足を使い中谷に強打を打たせず、ロマチェンコは多くの左ストレートをヒットさせた。ゴ r ールに右フックでダウンを奪うと、9回にも連打、打たれ続けた中谷が膝をついたタイミングでレフェリーが試合を止めた。中谷はボディを中心に攻め、ロマチェンコが嫌がる場面もあったが、勝利に届かなかった。 各ラウンド詳細 1R、ロマチェンコは中谷の左ジャブに踏み込んで左ストレートをヒットさせると中谷の顎が上がる。積極的にいくロマチェンコだがバッティングで頭部から出血するロマチェンコ。2R、中谷は左ボディを当てていく。ロマチェンコは細かく左ストレートや右フックをヒットさせていく。ロマチェンコはかなり動きが良さそうだ。 3R、ロマチェンコは右サイドに移動しながら左ストレートで中谷の顎を上げると、サイドステップしながら連打でも右フックで中谷の顎を上げる。4R、中谷のワンツー左ストレートがロマチェンコの顎をかすめ、ボディも入れる。するとロマチェンコは動きで翻弄し、左ストレートで中谷をのけぞらせる。 5 r になると、ロマチェンコが入ってくるところに中谷は左ボディを入れ、徐々に自身のペースに持ち込む中谷だったが、ラウンド終了間際にロマチェンコがクリンチからの離れ際の連打から右フックでダウンを奪う。6 r もロマチェンコの連打でロープを処和される中谷。徐々に右目が腫れ始め、ロマチェンコの連打に何度も顎が上がる中谷だったが、中谷も粘りボディで返すとロマチェンコが嫌がっている様子。 中谷は南極を乗り切る。7R、中谷はリーチを生かしたジャブを放つがロマチェンコは当てさせず。ロマチェンコはタイミングを見つけ飛び込んでの左をたびたびヒットさせ中谷の顎を上げる。中谷は右目が大きく腫れ始める。8R、中谷が鋭いワンツーを放つがロマチェンコはバックステップでかわし飛び込みの左ストレートをしっかり当てていく。そしてボディの連打を見せる。9R、 中谷はロマチェンコの左ストレートや左フックでぐらつくと、右フックでさらにぐらつき、連打から左フックで膝をつくとレフェリーが試合を止めた。